内藤陽介世界を読むということで、内藤先生お久しぶりによろしくお願いいたします。どうも。なんかトルクメンといえば私の出番ということで、はい、なんかそうですね、はい、ということで、いよいよちょっとその前にですね、内藤先生が喋り出すのを止めてしまいましたけど、はい、いやどうぞ、はい、あのトルクメニスタンといえば永世中立国なわけですよ、はい、いつの間にか、はい、ちょっとあの中立にして、今あのウクライナ紛争でもすごい話題になってるんで、はいはい、そのあえてスイスじゃなくてトルクメニ学ぶというのがこの番組の肝なんですが、はい、そで日本人って本当中立分かってなくて、ちょっと今あの我が国の防衛現職防衛大臣のフェイスブック画面に出てると思いますけど、はい、この映像を見て何を思いますかねと、うん、いや要するに防弾チョッキをあのウクライナに送ったと、で、ウクライナの銃を持っている戦闘員が来ている。さてこれはプーチンから見たらどう見えるでしょう。で在日ロシア大使館の人たちがこれを見てないわけない、うん、であの勇ましいことを言うのは大歓迎なんですが、あのこれ日本は中立国じゃないです。現職防衛大臣が全世界に向けて発信しているんで、さて、我々国民は覚悟ができているか、政府は準備できているかっていう問題なんです、うん、いやこれだって明確にあの下の方にね、 ありがとうございますってこうローマ字で書いてあるのは、これは向こうの人のやつからそのまま持ってきたんだと思いますけど、ちゃんとスタンドウィズって書いてありますからね、はい、しっかり。でしかもクルーエルイーブルっていう、うん、あの残虐で邪悪な奴ら相手に立ち向かってるぜ日本ありがとうっていう、だから殺し合いをしている一方の当事者にだけあの殺されない道具を送ったって、これはもう日本は交戦国だし、プーチンは日本にお前ら中立国じゃないぞとはっきり言ってるんで、まあ、これは確保した方がいいなと、うん、だからまあこれをきっかけにあの国防費をね、あの増額してあの自衛隊の制度に整えてっていうことであれば、はい、まあ、私そこまで行くんだったら私はちゃんといいと思うんですけどね、うん、私は覚悟と準備があるんだったら、うん、これは立派な防衛大臣だなというふうに思います。当然やってるんですよねっていう。ですよね、はい、まあそれで、まあ、うん、世界で中立で行くのがものすごい大変かで、まあ、スイスがそのメッサーシュミットとスピットファイア両方撃墜してたとか、もう耳たこじゃないですか、はいはい、あえてここでトルクメに行くということでですね、最近なんか中央アジアで史上初の選挙による接収って、選挙による接収ってなんだっていう話ですが、まあ時々ありますよね、シリアとか。まあ、でも選挙による世襲っつったら日本だって世襲候補が受かってるわけだから、うん、まあそうですね、はい、あんまり人のこと言えないと言われかねない。いやでも冗談抜きで、うん、共産国の人があの民主化しろって言われた時に日本の例持ち出して反論する例ってあるみたいですね。あ、そうですよね、うん、日本だって選挙やってるからずっと自民党が勝ってんじゃないかって、うん、なんでとにかく言われなきゃいけないんだって。確かベトナムがなんか自民党がなんでそんなに勝てるのかと、独裁やってんの民主国を名乗れる秘訣を探ってたね、竹下登がどうやって教えたかはね知りたいですけどね。やってとで、トルクメンって意外と大きな国で日本の 1.3 倍で、はい、で、まあ、名前がトルクメンとつくぐらいなんでトルコ人系が多くて 76.7% で、で人口は少なくて610万人だけれども、ガスとか石油とか資源に恵まれていると。そうですね、あの、まあ、天然ガスでいくとその世界第4位ということなんで、あの、まあ、これ全世界 のシェアの 9.8% を占めているということですね。あと、まあ、あの石油も当然取れるんですが、石油のはまあ他に大きな国があるんでちょっとまあ目立たないんですが、天然ガスの方がやっぱり目立ってるということです。でそれからあと、まあ、あの農業産関係ではあのやっぱり綿花ですかね。これがまああのタジクだとかウズベクだとか、あの中央アジア綿花が取れますんで、その辺がまあ目立つんです。やっぱり何言ってもその天然ガスでお金がいっぱいあるということなんで、あの非常にまああのGDP レベルではまあ潤っていると。で、まあ、国民も基本的にはですね、あの、まあ、独裁国家ですので、あの、まあ、トルクメニスタンというとですね、あの今のその、まあ、今回あの世襲をしたというところですね、親父の方が、ベルディ・ムハメドフという人なんですが、このベルディ・ムハメドフよりも実は初代のですねニアゾフがあまりにもそのキャラクターが有名なので、はい、あのそのイメージが強いと思うんですよね。
で実はあの、まあ、トルクメニスタンについてのあらましみたいなことを、まあ、あのつらつら述べていくと、まあ、キリがないというか、まあ、それだけであのゆっくり学ぶシリーズに再び戻ってしまうんで、ここはまあ省略ということにしたいんですが、うん、ただ、まあ、あの一つあれなのはもともとトルクメニスタンという場所があったわけじゃなくて、これまあくまでもその19世紀にあのロシアがあの南下していった過程で、あの今のアフガンとロシアの境界ができたわけです。ですからアフガン側から見ると、実はアフガンの北側っていうのは、あの北西部というのはあのトルクメン、ロシア人に取られたところということで、でこれももう一つ言っておくと、ロシアとアフガニスタンがあの1919年にあのイギリスの保護国から独立するんですけれども、その時にですね、ボリシェビキ政権は実はアフガンをその支援したんですね。でそこで友好条約みたいなのをまあ結んでですね、アフガンをその最初に国交独立後のアフガンを最初にあの国交あの自立した国の一つがその、まあ、実はボリシェビキ政権だったりするんですが、で実はそういったあのいきさつもあって、あのソ連軍のアフガニスタン侵攻の前のアフガンソ連の友好全輪協力条約になるんですが、その時にですね、いわゆるロシア時代にあのトルキスタン の総督府で占領したアフガンの北側を返すって約束をしたんです、条約で。約束をしてちゃんと条約の文言残ってるんですけども、当然返ってこないわけですよ。ですからそういう意味で言うと、そういったロシア、あるいはその後継国家のソ連、さらに今のロシア連邦にしてもそうですけれども、いわゆる領土に関する条約というのは、あの国が過去結んできちんと返したっていうケースは非常にレアだということはですね、まあ、我々 その北方領土の問題だけじゃなくても、その辺はやっぱり一つの例として入ってくるところで、まあ、出てくる話ですね。でもう一つそのこぼれ話的に言っておくと、よくソ連が崩壊してそのソ連の構成国が独立したっていうふうな言い方になるんですけど、実は結構これ正確に言うとタイムラグがありまして、それぞれの国がいわゆる独立宣言をしちゃうわけです。でソ連という枠があった中で独立宣言ボコボコしちゃって、で最終的にソ連が解散をするという形になるんで、実はソ連末期にその独立をしたって言って、独立した時にはソ連があったというのが、実は正確に言うとそういう形になりまして、トルクメンもそうなんです。でただそのニアゾフという人は、この人はですね、85年にトルクメン共産党の第一書記になるんですが、で実はゴルバチョフに拾われた人です。でゴルバチョフに拾われて、で実はトルクメニスタンがその独立した時に大統領選挙で当選すると。でこの時の得票率が 98.8% だというですね、なかなかその素晴らしいことですね、はい、逆に 1.2% はどんな人が知りたいですね、反対、まあ、反対したのか無効票っていうのもありますからね、うん、ニアゾフと書くつもりはニゾヤフとか三財布とか書いてます。私最初ニカゾフって書いちゃった。そう多分ね、一定の割合で無効票ってありますから、はい、多分そのレベルですよね、 98.8% って、はい、で、まあ、2006年に亡くなるまでに、ずっと、まあ、独裁者として君臨し続けたということなんですが、まあ、このですね、独裁者というのが、まあ、極端な個人崇拝ということでですね、まあ、彼がニアゾフ閣下が生きておられる時はですね、50メートルごとに大統領の肖像とか銅像があってですね、一番大きなのはその金 の、銅像、ニアゾフ像というのがあって、これが太陽の動きに合わせてこうくるくる回るという、ね、そう筋肉製造みたいな、あれだと動かないですから。そうでちなみにキム・イルソン その銅像っていうのを作ったのは、マンスデ芸術団っていうのは、あれ実は彫刻の腕前はそこそこよくてですね、海外の独裁国家その他からいろいろ受注してまして、貴重なその稼ぎ頭の一つなんですね、はい、じゃあニアゾフで、はい、はい、すいません。でそのニアゾフなんだけど、でそのまあ像がくるくる回ってると、でしかもですね、これは肖像その清掃員が必ずついてるという、もう人間の無駄遣い、人口少ないくせにその労働力の無駄遣いやってると、で彼ですね、石油で遊んで暮らせますから、ね、そう、石油で遊んで暮らせばそれできるんですよ。本当マリネラじゃないですか。そうで、それでだから、むしろ変なことやらせるよりも、なんかその少しでも仕事を与えて、悪さしないようにさせると。それからですね、これちょっと僕買いそびれたんですけど、生活用品の全てを網羅するニアゾフブランドの商品があるというふうに言われてですね、はい、ニアゾフ印のパンとか実はあったら食いたかったんですけど、ね、それで郵便学者の内藤先生に聞かねばならないのは、はい、なんか首都に町中にニアゾフ通りとかニアゾフ川とかつけまくってて、はいはい、郵便局員がどうしていいか分かんなくなって全部ニアゾフじゃねえかでもほら番号がありますから、はい、番号で行くのと、あと旧ソ連 の、はい、おそらく
トルクメニスタン今でもあの軍隊 の, そのまあ掛け声とかあの装填はあのロシア語でやってるということなんで、旧ソ連のシステム多分そのまま受け継いでるはずなんで、はい、そうするとあの旧ソ連の郵便番号って結構桁数でかいんで、うん、あの建物ごとにも行っちゃうというシステムがあった、おそらくそれそのまま使ってるんじゃないですか。さすが本職違います。私の本職の話で言うとですねパタリロド・マリネール8世殿下もですね即位した直後にですね、あの国中にパタリロル沼とかパタリロの山とかつけまくってですね、はいはい、でそっちの方がニア族より先というですねニア族にマヤミネオが真似したんじゃなくて、ニア族の方があのパタリロを追いついたって。あ、ついでに言うとあの支持率100、表向き 100% だけど国民は陰口ばっか言ってて、で国王もそれを知ってるっていう、本当にニア族そっくりじゃないですか。だから多分ねそういう意味で言うとトルクメニスタンってあのティルク系とは名乗ってますけど、どっちかっていうとあのメンタリティはイランに近いですよね。イランってそんな間抜けなんですか。あのまあ、あのちなみにあのトルクメニスタンっていうのは南側がイランで、カスピ海に面してて、うん、そうそうそう、南側がイランなんですけど、あのこれよく言われる話なんですけれども、まあ、アラブ、ペルシャ、トルコっていうのはこれ極東 の, そのまあ日中韓、この3分割圏に大体そのパラレルに対応してるというやつですね。であの例えば日本人とトルコ人っていうのは妙に真面目なところがあって、ルールを、まあ、まあ中東の中ではトルコ人はかなり守っちゃう方なんで、ムサファ・ケマルですね、ケマルパシャがラマダン、イスラムをそのまあ公の場から排除するというようなことをやったときにですね、ラマダン禁止令っていうのを出したんですけど、結局自分の意思でその昼間食わなかったりするやつ結構いっちゃうんですよ、トルコ人って。トルコ人の真面目なムスリムの人って別に食べてもいいよって言って、でこれ見よがしにあのイスタンブールのカフェなんかであのビールとか売ったりするんですけど、でも我慢して自分でやらないとかっていう、ま、頼まれもしないマスクかけるのと同じメンタリティの人が少なからず いると言われてるんですね、はい、まあ、全員が全員とは言わないですけど。でアラブは内藤先生が大好きなコリアで、まあ、大好きかどうかともかく、はい、あのでそれで 消去法でいうとコリアで、ま、チャイナと、ペルシャ、うん、でペルシャはラマダンの時どうなるかっていうと、まあ、あのホメイニポリスなんかいますんで、シルビューズいますんで、表だってあの店とか全部閉まってるんですよ。でところが裏通り行くとラマダンの期間でもあの肉を焼ける匂いがプンプンしてると、うん、でとドアが閉まって肉が焼けて、もうその飯の匂いがいい匂いがいっぱいしてると、はい、でみんなそれをしてると、うん、でそうするとだから時々警官がトントンと叩いて、そうすると警官にその賄賂を握らせて帰ってもらうと。だから国中にマンモス2種があふれてるってやつです。すぐそう人を選ぶ教養ね、マンモス、これでもかと人を選ぶっていう列があのだからそれでまあ、 帰ってもらうで、一応表向き禁止と言っててもそんなもんぬるぬるだから、まあ、だから逆にあの結構とんでも系 の, その個人数がというよりも、まあ、気候の類の変なその規制ができるわけですね。トルクメンっていうのは王様がパタリロで国民がマンモスにしそう、まあ、あのお前うどん食ってたなみたいな、怒られるだろう、怒られるだろうな、まあ、まあ、人選ぶ教養なんで、あの、まあ、怒らないでねって、はい、でとりあえず、ニア族の気候って結構、ビートたけしさんなんか何回も紹介してますよね。ですから、まあ、有名なところで、これはまあ、ウィキでも紹介されてるやつなんですけど、人と大学を除く図書館の廃止と、はい、要するに、識字率が低いんで、字が読めないからいいだろうと。うん、それからバレエ、オペラ、サーカス、映画などの禁止と、でこれだけ聞くとあのムスリムが多い国なんで、うん、偶像崇拝がダメなのかというそういう真面目な理由かと思ったら、そうではなくて白鳥の湖の男性ダンサーが気に入らないと、うん、志村けんかなんか見てね勘違いしたんじゃないかと思って、うん、でそれであのそれから首都を除く地方の病院を閉鎖したと。でちゃんとした医師はその首都にいるから病院は首都に行けばいいと。それから、まあ、あの女性の金歯を禁止と、うん、あのまあ、そういうわけわかんないその気候を、まあ、いっぱいやったわけです、うん、であと、まあ、あの真面目なその独裁国家のめちゃくちゃなやり方としては、あの年金の廃止ですね、うん、要するにどうせ長生きしないんだからいいだろうと、あのそういうことをやったわけです、うん、で何がすごいって、うん、あの歌手の口パク禁止とか命令出してるのになんか誰も守んないとか、守んないし、であの国営放送が見るなって言論統制してるのに堂々と衛星放送のパラボラアンテナがマンション中にあるとか、その辺がやっぱりあのイランとかチャイナにやっぱり通じるところがあるっていうイメージですよね。あの、まあ、逆にでもあのそういった抜け道があるから、例えばイランとかチャイナとかってのは少なくとも現在はともかく、うん、まあ、いろんな形で文化的なあの繁栄があったと思うんですけれども、うん、あのその辺そういう意味で言うとトルクメニスタン文化ってのはあんま聞かないですよね、はい、でそこでですね、まあ、楽しいニア族さんがあの
独立直後にすぐ永世中立って勝手に名乗ったじゃないですか。そうですね、はい、だ周辺諸国がカスピ海紛争でロシア、イラン、トルコの代理人、はい、アゼルバイジャン、それから、まあ、カザフスタンも結構大きな国で囲まれてるのに、はい、一人で永世中立やってて、はい、で今日の主題は、まあ、その永世中立の実態なんですが、はい、なんかすごいですよね、ニアゾフさん、うん、でこの永世中立っていう考え方が、まあ、どうしても日本人のイメージだと、まあ、お花畑系の人の永世中立のイメージか、スイスのその非常にその武装自立国家というのは強いんですが、これなんでこれやったかっていうと、とにかく喧嘩してるところどこくっついてもしょうがないんで永世中立名乗りますと、それから永世中立国なんだからどっから武器買ってもいいよねってあらゆるところから全部買いまくるというです、ね、すごいですよね。ロシアだけじゃなく中国、アメリカ、トルコ、ウクライナって、うん、全方位からその武器を調達すると、うん、だからそういうことをやってますんで、それからあと面倒なですね、うん、結局まあ一応その中立ということで、ソ連、まあ、ソ連の時代のつながりもあるんで、ロシアの子分ではあるんですよ、うん、大枠では、うん、ただロシアの子分なんだけれども都合のいい時は、うん、中立国ですっていうふうに逃げちゃう、うん、だから例えば CIS の、 その加盟国じゃなくて準加盟国という形で面倒なことがあった時にはこう逃げちゃって、だからロシアにお前兵隊出せよと言われても、いやいやうち中立国ですから、でも武器は売ってねっていう、うん、非常に都合がいいことやってて、だつまり今ロシアがウクライナとの停戦交渉で中立になれっていう話ですけど、要するに中立の意味が旧ソ連圏に行っちゃうと NATO に入りません、ロシアの子分ですって意味に変わっちゃう、だからウクライナに向かって NATO 入るのは俺の子分になれと言ってるに等しいという、でだから逆に言うと最初から最後までプーチンの脳内では、うん、いや中立ってそういうことでしょっていう、うん、うちのね縄張りではそういう意味だよという、何縄張りから抜けようとしてんだみたいな、そういう話の中でなんかうまくやってんのがトルクメンで、ニアゾフの後もずっとそれ続けてて、結局ロシアって他に喧嘩いっぱい抱えてるんで、一応表向きは中立だけど実質的に従っとけば許してもらえてると、そういうことですね。だから、うん、要するにそもそも独裁国家でありながら国民がその言うこと聞かないで抜け道ばっかりやってる国なんで、はい、国ごとそういう上から迫って骨の髄までそれが染み付いていて、メンタリティやっぱり国全体でマンモス2し国全体でマンモス2なんですよ。だからプーチン閣下の下で従ってるように見えて、はい、抜け道ばっかりこう探してるっていう、だからバタリロもなんかイギリスとかアメリカをおちょくり倒して、うん、でも実質的にはソ連からの侵略を防いでもらってるわけなんですね。そうです、だからおちょくってる意識したらないですよね、はい、これ真面目にやってるんだよ、大真面目にやってるのがすごいですね。すごいですよ、うん、で一応そのキンバがどうとかバレーがいけないとかって、まあ、そこまでいっちゃうと気候の類になってきちゃうんで、まあ、2006年にニアゾフがまあ心臓麻痺で死んじゃうんですけども、心臓麻痺だったかな、脳卒中だった、確か心臓麻痺だったので急死しちゃうんですよ、うん、はい、でそれでその時の代行で副首相だったベルディ・ムハメドフが、まあ後を継いで、まあ、一応彼はさすがにその金馬禁止とかですね、そういうところはちょっとこれは物悪い種に世界的になってるんで、それはやめようよということで普通の独裁国家目指して一応変なことはやめてったわけです、うん、いやだからなんかインターネットの利用解禁とか、うん、うん、インターネット利用解禁するとかね、あとだからまあ、うん、一番大きいのは、うん、公共料金のですね、うん、無料化ですね、うん、やっぱり天然ガスが非常によくできてる、よく出るんで、それでお金が入ってるんでそれを売ると、個人崇拝の対象を自分にするって、それでインターネット解禁って世界中に俺を称えるいやだから自らの偉大さを称えるのに忙しくて軍国主義とかそういう真面目なことやらないってそういうことなんです、うん、っていうでですね、一応そのまあそれまではニアゾフの時代って鎖国みたいなことやってたんですけど、一応国開こうということで、確かですねこれ日本にも来てるんですよね、ベルディムハメドフで来て、即位の例かなんかには一応トルクメニスタン国家の国家元首として参列をしてるという、うん、で安倍さんなんかとも確か安倍さん中央アジアで歴訪した時かな、会ってたりするんですよね。でしかもですね彼なんかの面白いところは結局その石油というより天然ガスですけど、天然ガスの資源持ってるんでこれをうまく使ってるところがあるんですよ、うん、例えばロシアとちょっと関係がですねちょっと気まずくなるかなとかなんとかってきた時にはですね、実はロシアの側がそのロシアがトルクメニスタンのその天然ガスを買わないというふうなことでこう締め上げたりするんですね。
で逆に例えばそうするとあのロシアに一応ロシアが親分だということは認めつつも全面的にべったりは危険だとなるとやっぱり保険をかけるんで今回のウクライナ紛争の前からウクライナとは割と結構関係が深いとでウクライナに通じてその、まあ、あのその向こうの NATO だったりアメリカだったりということをやるんですが例えばですねウクライナとどういうふうに近いかというとですねあの、まあ、ウクライナにもその天然ガス流してるんですよトルクメニスタンでウクライナがあの経済的に非常にまずかった時期って、まあ、今でも結構まずいんですがあのよりまずかった時期というのがあってで、まあ、その時にあのロシアからまあ天然ガス石油を借りパクしてですねで、まあ、あのロシアが怒ってクリミアにという、まあ、そういった側面があるのはご存知の方多いと思うんですがあの頃にですね実はあのウクライナへの天然ガスの供給をやめないんですねでやめない代わりにあのお金が払えなかったらあのまあ、全額とは言わないけど半額分でいいから例えばですねあの工場だとか化学製品だとか、うん、いわゆる航空機だとかそういうもので返してくれればいいよって、うん、でそれ取って流してるんですよ、うん、で結局そのだからあのロシアの子分なんだけど一応対立する両方にベットしておくと、うん、いうことや衛星中立はそういう使い方をするんです、うん、で何か言われてもいやうちは衛星中立ですから、うん、でロシアさんの子分を抜けるわけじゃありませんからっていうことをやるんですね、うんうん、でちなみにあのトルクメニスタンがあの金持ち の, あの道楽でですねニアゾフからそれからベルグアハメドフがお人なるお人しなのかってそういうことはなくって例えばこれがですねジョージア、まあ、グルジアですねジョージアとかアルメニアみたいな国に金払わないと、まあ、しっかりすぐ止めますから、うんうん、役に立たないやつはすぐ止めてお前金払わないでやるわけないウクライナさんは役に立つからあげてるんだっていういやいやその辺 の, あのはっきり露骨な国なんで、まあ、あの決してその言うてもソ連共産党ですからねそう、うん、あの決してお人よしのおバカ国家ではないというだけではないです、ね、まさに、ま、あのパタリロじゃないですか賄賂を持ってこないやつは取引停止だみたいなそうそうそう本当いやそれで、すごいんですよね、まあ、あのガスの輸出先がロシアがほとんどなくなったんで、まあ、中国向けてはよくて上海協力機構にゲストで行くのはいいんだけど NATO にもゲストで行くそうだから正式メンバーに入んないからゲストだからいいでしょっていう、うん、でだからゲストというゲストでそのオブザーバー参加ということになるとで一応ロシアに対してはロシアの子分を向けてないというのは建前ですからロシアも怒れないという、うんうんあのだからもういい加減なように見てそのいい加減さをその最大限に活用するって、まあ、これがやっぱりその中立ということをやる、うん、あの一つはやはりあのスイスみたいにガチンコで強い兵隊がいて、うん、あの誰が来てもそのぶっ飛ばすぞというタイプの中立もあるけれども、うん、こういうそのノラクラして、うん、あの誰からもそのうまい汁を吸うというか、まあ、適当にそのやり過ごすようなあのおバカを装ってるのが本当におバカなのかその辺微妙ですけれども、まあ、一応装ってるというふうにしておきますけど、うん、あのそういう、まあ、あのよく言えばしたたかなその中立というのが2つ取りあって、うんまあ、その1つの、ね、サンプル図でトルクメニスタンの例っていうのはいいかなとだからインテリジェンス高めるって言ったってこれくらいやんなきゃいけないですよねそういうことですだから資源があるからできるよね、まあ、資源があるからという、まあ、彼らはだから軍事力の代わりに資源があってさすたばで、うん、あのねじ伏せられるっていう面があるんでできるんですがただ問題はこれをこの、実は今回の世襲というのが、うん、あのベルディマ・マイドフはまだ実は63か4で、うん、そんな年じゃないんですよ、うん、でただあの息子のですね、息子があの去年40になったんですね、うん、でトルクメニスタンのその憲法ではあの大統領の立候補資格が40からなんで、うん、一応今のうちにその大統領にその、まあうん、しちゃうと、うんでまあ、大統領選挙やるっつって一月後に大統領選挙ですから、うんあのもうそんなもん初めからデキレースに決まってるわけですけれども、うん、でただそこで、まあ、権力を譲るというよりも一応大統領につけて10年か20年かけて、うん、あのしっかり養成して帝王学を身につけさせるというのは多分そういうプランなんで体制としてはまあ変わらないかなと、うん、いうことなんですがもう一つやはりその辺あのなかなか一筋縄ではいかないというのは独裁国家が多いと思われている中央アジアですけれども実は世襲が成功したのは今回初めてなんですよ。そうですよね。いやでそこで不思議なんですけど、まあ、2回とも後継者が副首相から上がるって何かあるんですか。たまたまですか。いやあのだから副首相が事実上のナンバー2だからですよ。副大統領じゃなくて副首相なんですね。いや要は大統領の下が首相で首相はもうほとんどお飾り。なるほど。もしくは大統領事実上兼任みたいな形で、なるほど、だからそういう副首相になっちゃうということでいいと思うんですね、うん、ですからトルクメニスタンであのカザフスタンでさえもあの実はあのナザルバエフは自分の娘に継がせられなかったと、うん、いうことを考えると、うん、自分の息子に継がせて今後どうなるか分かんないですけど、うん、一旦それがうまくいったということですね、うん、やっぱりなかなかちょっと舐めていられないぞということなんですね、うんうん
まあ、侮れないぞと。だインテリジェンス鍛えるって言うとこれくらいやんなきゃいけないそうです、ね、っていうことですけど、はい、まあ、結局あの、まあ、中立って言ったって一筋縄じゃいけないし、本当に両方と遠距離なんていうのはものすごい難しいっていうのが分かると思うんですよね。ということで我が日本防衛大臣がロシアに対してなんか挑発するような、はい、フェイスブックやってましたけど、だからこれを結局だから挑発するのは私それ自体は悪いとは思わないんですが、うん、ただ挑発されれば当然そのブーメランがあると返ってくることは当然想定してるよねと、うん、それをしないで言ったらそれ単なるバカなので、うん、だから結局プーチン相手にトルクメンなんかはうまく、うん、あのやってんだけど、トルクメンはもうロシアの射程だからそれで許されるんだけど、日本はじゃあロシアの射程になれるのかと、なれないですよね。だからじゃあアメリカの射程もちゃんとやってくださいと、そういうことですよね、うん、いうことで、いやいや久しぶりでしたが、いやいやミアゾフといえば私の出番ということで、そうです、また何かの時をお邪魔します。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。